宇佐美海水浴場です。まあ波、まあまあ、まあまあ、ちょっと引いてるんでね、あの時。サーファーいないですね、はい。今日は金曜日。明日ぐらい、どうなんですかね、なんで。スタジオウファー、ホームページも作って、貸別荘のサイトにも登録できることになったんで、まあ、そちらの方はまだ、これから、具体的な内容を入れていきます。まあ、その辺、あと、まあ、クレジット決済の、まあ、代行サービスの方、そちら申し込んで、まあ、しばらくかかるんで、審査の方が。でそちらが終わったら、まあ、開業なので、まあ、そんなにかからないと思うんですよね。はい。来週か、再来週くらい、なんとか、始めたいと思います。いやー、本当にね、長かったような、短かったようなって感じでございますね。まあ、どちらにしても、あとは、ほぼ夏だけ状態なので、気が楽っていうか、やることはやったぞって感じですね。はい、いやというわけで、ここ、宇佐美海水浴場にも来ることができたんです。いつになったら天気良くなりますかね。はい、いつになったらお客さんいらっしゃるんですかね。もう話すことはないですので、今日はこの辺で、皆さん、泊まりに来てください。チャオ。